ではこの新規米粉を使った商品開発すでにされて市場に出始めておるのがパンですね。それから洋菓子類全部代替できます。シフォンケーキ、ロールケーキ、あと麺類が今、若干まだ商品開発中のもの何社か今やっておりますが、一通りパン、麺、洋菓子すでに商品開発されております。パン、それから麺類ですね、パスタと含めた麺類、これらは基本的には小麦粉で作られております。この分かりやすく言いますと、その小麦粉代替ということです。日本でも昔からお米の粉そのものは生産しておりましたし、現在も生産しております。これとですね、大きな違いはですね、いわゆる小麦粉と同じような非常に小さな粒ですね、メッシュと言いますけれども、こういうものに技術的に開発されたというのが非常に大きな特徴です。日本の主食は今まではご飯だったわけですけれども、これが60年近く経過する中でパンとか麺にですね、趣向が移ってきたと。平成17年度のデータですけれども、お米のご飯、これが 40% です。それに対して、小麦で作ったパン、麺、これ2つ合わせて 53% です。アバウトですけど、国の施策で、できることということで、今学校給食にですね、積極的にですね、この米粉のパン、麺を導入しようと運動も始まっております。日本は今までですね、貿易黒字、自動車を売った、家電製品を売った、この貿易黒字をですね、消化するためにいろんなその食料を含めてですね、輸入してきたのが今まで、何年か前まででした。でところがご存知のように、今地球規模ではですね、食料そのものがすでに限界に来ております。日本は少子高齢化で非常に大きな問題を抱えておりますけれども、他方ですね、中国、アジア各地域に代表されるように人口が爆発的に増えております。そういう中で日本がいつまでもですね、いわゆる食料自給率カロリーベースで40% のところで許されるはずがないんであって、地球規模ではすでに食料不足になってきているわけです。日本ではお米、これがまだ生産余力はございます。でこれを従来のご飯用粒としての利用だけじゃなくって、新規の米粉として活用 していくことによって、海外に依存しておった小麦、これを大幅に減らすことができるということで、結果的にこれは、この事業はもちろん日本の国益にもなります。加えてこれらのことが間接的には地球益にもなるんではないかということで、固い信念のもと、私15年頑張って今日来ております。